夏目と私は今ねホテルにいますっていうのも今あの撮影で愛知県の豊橋におります。発表されてるから言っていいと思うんですけど、あの東海テレビさんでお正月に放送される家族の写真っていうドラマに出演させていただきます。その撮影で豊橋にお邪魔しているところでございます。で撮影期間が10日間ぐらいあるのかな。でちょっと10日間豊橋のホテルで泊まり込みで撮影をしてるんですけど、今日はなんと私オフなんでございます。1日丸々お休みがあったので、ちょっと今日は豊橋で行きたいところがあって一人で行ってこようかなと思ってます。でその Vlog を撮っていきたいと思います。でさ、あの腹ごしらえに朝ごはんでも食べようかなと思います。スタッフさんたちが買ってきてくれたんですけど、高級食パン専門店クリーム、ありがとうございます。食べよう、めっちゃうまそう。いただき、は一人でノンホイパークってとこに行こうと思ってるんですけど、動物園とかあと植物園とかなんか恐竜の化石とか見れたりとか楽しい場所っぽいので行ってみたいなと思って。しかもさ、今11月の中旬ぐらいなんですけど、結構なんか外が寒いかもしれんくて、上着とか持ってこずに来ちゃったからな。一応ヒートテックは着てる。もう11月ですよ。あれだ、2021年が終わります。私は割とあの早く2020年に行ってほしいので、このスピード感はいい感じなんですけど、まあ、なんでかというと、私占い好きで、なんか六星占術とかも毎年結構チェックするタイプなんですけど、水星人プラスで2019年から2021年まで大失敗だったんですよ。で、まあ、やっと大失敗が抜けてくれるということで嬉しい。でも翻訳なんですよね。それでもちょっとビビって大丈夫かなと思って。役場に行かな。ごちそうさまでした。はい、ちょっと髪の毛を動物園仕様にいたしまして、撮影がオフなのでちょっとメイクはあんましたくないので、あの保湿だけしていこうと思います。最近ね、私のお気に入りコスメキッチンで買ったんですけど、ちゃんとアチャームバリアバーム S ってやつ、こういう感じテカテカな状態でいきたいと思います。それで一応リップ持ってきたんですよね。ケイトのめちゃバカ売れしたってやつ、リップモンスター07番、すごい名前、ラスボスって名前です。こんな色、ちょっと大人フィンカーみたいな色かな。色持ちするみたいやし、これだけちょちょっとで出かけしたいと思います。全身こんな感じ。じゃあこんな感じでノンホイパーク行ってきまーす。ホテルの近くにねスタバがあるから、先にスタバを購入してから行こうと思います。フッ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 。わあ、天気良いです。めちゃくちゃ天気良い。いいね。
ちょっと寒いかも。大丈夫かな私、こんなパーカーだけで凍えるかもしれない途中で。ホットだな、ホットのスタバを買っていこう。行ってきます。じゃじゃーん。さあ皆さん、これは何でしょう。これはジンジャーブレッドラテです。ははー。私クリスマス大好き女なんですけども、スタバのクリスマスのタンブラーが出てたから買っちゃいました。これで完璧です。さて行ってまいろう。行ってまいろうぞ。皆さん大変、ですね、のんきにスタバを買っていたら、送迎バス、駅まで行ってくれる送迎バスがちょうど行ったところで、次来るのがなんか4時っていう、3時間、4時間待たなきゃいけないということで、ちょっとね、ホテルから駅まで遠いんですよ。なんか歩いて30分、35分とか書いてたので、ちょっとスポーティーだなと思うので、リッチにタクシーで行こうと思います。豊橋総合動物公園西門。ノンホイパークってなんかすごい広いみたいで、結構、あっ、ホイくんとのんちゃんじゃない。ちょっとね、これね、私はね、動物園に行きたいんだな。西門ってことはどこだ。あ、もうすぐか。今ここ西門にいるから、動物ゾーンすぐそこです。結構入園料めっちゃ安いんだよ。大人600円。ここで買うのかな。あ、ワオンもあるのね。ワオンは持ってないんですけども、よし、買えました。入場イン。こんにちは、お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。行きます。ワクワクしちゃう。ワクワクしちゃうね。インしました。すごい。あー、ここ写真撮りたい。一人やからどうしよう。ちょっと見てよこれ、かわいよ。写真撮りたいな。行けた。これでノンホイパークの写真を撮っちゃおうと思います。撮りました。うまく撮れてるといいな。動物園では動物たちがびっくりしたらダメやから、フラッシュは書かずに写真撮ってこうと思ってます。ちっちゃい子が遊んでてめちゃくそかわいい。ちっちゃい子ってマジでコロコロしてるよな。すいませんね。あ、ゾウや、ゾウ、ゾウいるよ。でもこっち向けてたらな、ちっちゃい子たち盗撮してるみたいになってるやばいな。しっかり自撮りでございます、ご安心を。懐かしいな、こうやってご飯食べてたな、遠足の時とかさ。懐かしい。私はね、奈良出身なので遠足奈良公園に行ってたんですけどね、毎日鹿と格闘ですよ。鹿がね、お弁当を狙ってくるからね。一番いい対処法は見て見ぬふりをするっていうのが一番ね、いいんですけども。ちょっとただゾウ
みんなおケツ向けてる。元気ですか？あなたたち。あのゾウどこ行くんだ。頭にコブみたいな。いいのあるんか。カモもいるね。ちょいちょい。あ、いた。いた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 。オラウタンいた。逆さにしようか。見える。こんな高いとこ登るんね。あ、目合ってる。嬉しい、なんか動いてるね。カワウソいる。カワウソ、カワウソ、カワウソ。ユニちゃん、ユニちゃん、あ、動くね。くるくるしてますね。かわよ。あ、水あり。おペンギンじゃありませんか。気持ちよさそう。ペンギンさんだよ。あ、裏に一人いる、うん、なんで一人だけ。お、クマがいます。クマがいるけど寝てるかも。いるんですけど、マレーグマだって。お兄さん当たって気持ちいいんかな。ゆっくり寝ておくれよ。見えるかな。片足上げて寝てる気がする。愛しい。なんか、え、映ってる。ここにラマがいる。何考えてんだろうね。お、ポニーのゾーンに行きました。ミニチュアホース。ポニー、なんか地面のなんか食べとる。そしてこちらのポニーはあのまま静止しとる。ちょっと群がってるポニーたちがいるぞ。なんかご飯中なんかな。こんにちは。何してるんですか。ここにね、子供ポニーがいる。なんかね、西門の入り口に戻ってきましたね。一周したんかな。どうしよっかな。じゃあ次はなんか恐竜もいるっぽいんだよな。恐竜のところに行こうかと思います。なんかまだいたっぽい。動いてる、ちっちゃいのがいる。かわいい、タヌキみたい。てっ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 て。なんでさ、動物って同じとこばっかタタタタ歩いとんやろ。キツネや。キツネがいる。やっほー。うわー、ズートピア思い出すね。お、ライオンがおるぞよ。まったりしよう。おう、ちょっと待ってくれ。見て、恐竜おります。おー、恐竜ゾーンだ。恐竜ゾーン、
やっぱ子供めっちゃ多いな。でかいでかい。見える。ここに。あ、ちょっと待ってくれ。あ、私が一番会いたかった。ほいくんとのんちゃんがいる。君たちに会いたかったんだ。たらー。ほいくん、ほいくんとのんちゃん。同じような服着てきた。同じような服着てきた。ちょっとすげえ煽り気味。一緒に自撮りできるかな。チーズ。巻いてなかった。くそ、巻いてなかったぜ。バイバイ。かわいいな、のりくんとほいちゃん。違う、ほいくんとのんちゃん。広っ。ノンホイパークの味広い。すごいね、これ一日過ごせるわ。ちょっと休憩しようかな。でもわあ、ここでも写真撮ろっかな。ちょっと暑くなってきた。なんか飲もうかな、冷たいの。たこ焼き買っちゃった。たこ焼きとチーズスカッシュ。いや、恐竜ゾーンがすごいね。子供たちがいっぱいいて、あんまり撮影できなかった。文句とかじゃないからね。文句みたいになってたけど今。なんか今日平日なのですごいね、ゆったりまったり。人もそんな多くなくて、すごいゆっくりできますね。テクテク歩いてるとですね、遊園地に来てしまいました。30代女子1人遊園地。寂しい。メリーゴーランドが回っております。なんかせっかくやからなんか乗ろっかな。観覧車でも乗る。一人で観覧車でも乗るか。なんかいい気がする。乗り物チケット買えたので観覧車乗っていきます。ズドーン。はい、あー本当はね、ここに殿方がいるともっといいんでしょうけど。今日は私一人ということで失礼させていただきます。いつぶりの観覧車だろうか。私は関西出身やから、やっぱりヘップの観覧車とかは乗ったな。
当時付き合ってた人とも乗ったし、友達とも乗ったし、ヘップの上にある観覧車っていうのは結構思い出深い観覧車ですな。あの赤いやつね。まったりまったりまったりな、いっそらせらず参ろうか。眠くなってきた。なんか地方に撮影ロケ来たら結構もう時間とかもパッツパツで、あんまりのんびりこうやってなんか観光とかできないんですよ。で今回ね、私その1日お休みもらえたので、めっちゃ風強い、怖っ。一人心細、うん、そうで、今回は1日お休みもらえたから、こうやって遊びに来れました。感謝。豊橋の街並みでござる。もうすぐてっぺんです。あー、みんなさ、カップルでさ観覧車乗ったらさ、てっぺんでチュチュとかするんかな。ちなみに私はしてたけどね。あ、クマがいる。ちょっと待って、カバがいる。後で見せるけど、てっぺん来たら見せますね。はい、もう多分大体てっぺん。カバがいるので、ちょっとカバに注目。あそこにカバがいます。あ、やべえ。あ、カバ、カバ。あー、見えなくなってしまった。ショック。てっぺんとか言ってたから、ショック。奥のシマウマ見せときます。あー、ショックや。カバいたのに、こっちに。あ、いるよ、カバ。カバ泳いでるよ。カバ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 。あっちにね、キリンがいましたわ。キリン。観覧車乗ったらさ、動物たちめっちゃ見渡せるやん。ちょっとね、やっぱね、風が強くて若干酔い気味になってます今。ちょっと酔いましたけども、楽しかった。一人で観覧車。じゃあ帰ろうかな、うん、そろそろ帰りましょうかね。君たちは誰？はい、ということで今日の夏目と Vlog はここまでです。またよかったら見てください。バイバーイ。